はい、こんにちは。なんか KO 連発した興行を見た後だと、うん、やっぱ結局 KO だなって思っちゃう。まあそのやっぱりさ、人に見てもらわなきゃいけないから、うん、例えば終わった試合にしてもそうだし、うん、やっぱりそのハイライトってあるじゃん、はいはい、この試合のハイライトっていうのが鮮明にやっぱないと記憶にね、とどまらないし、そういう意味ではやっぱり KO になるよね、うん。というわけでちょっとね、実際に、まあ、KO が連発したあの7月の興行、まあ、一番印象に残るのは何だ？いや、まあ金子小太、まあこの、そうだな、金子小太の KO シーンっていうのは、まあ、一番衝撃だったかな。まさかっていう感じだったからね、うん、難しい。ガードも上がってんだよ。で、同じような KO シーンっていう、同じような KO じゃない、まあの倒されたシーンっていうのは、あの佐々木陣対関根幸太郎の時。ああ、はい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 、あれもほぼ同じシチュエーションだと思う、うん。で、なぜガードを上げてるのにパンチをもらうかっていう、はい、これ正面にいるわけじゃん。で、正面にいてこうやってガードを上げてるわけだ、まあ右のガードね。で、左フックっていうのはこの軌道になるわけだよ、はい、だからガードしてるんだよ、うん。でもこの2つの試合で共通することは、ちょっと2人ともこっちに動いた時なんだよ、はいはい、要するにここに動いた時なんだよ、うん。で、ガード上げてんだよ。で、ここでガードしてたらもらわないものをここだともらうんだよ、はい。なんでか分かる？いや、分かるよ。あ、分かんだ。いや、まあそれは物理的にそうなるだろうなって、軌道上そうなるだろうなっていうのは分かる、理屈として。だからあの頭上からの絵を作って、うん、ここだとこうじゃん、うん。でもここにいるとこうなんだよ、うんうん。このぶん投げるような真横からのパンチってのはここに行くとちょっと正面から入っちゃうんだよ、はいはい。だから自分の中でガード上げててもあの瞬間っていうのをパンチもらう可能性がある。それもちろん分かるんだけど、それ狙って怒るもんなの、あれ。あのフィリピン人にしても佐々木人にしてもそこを狙ってることが分かんないんだけど、でも一番左フックが好きな人間からしたら打ちやすいポジションになると。ああそう、うん。要するにここでこうやって打つのもそうだけど、うん、ちょっとこっちに寄ったらこうなるわけじゃん、うん。もう大好きな角度だと思う。へえ。だからじゃあどうするかって言った時、この右のガードっていうのをどういうふうに考えるかだと思うんだけど、例えばだけど俺は右のガードどういうふうに置くかっていうのはそのルディ・エルナンデスに教わったんだよ、はいはい。で、おそらくだけど、じゃあそこで練習した伊藤正幸もそうだし、中谷純斗もそうだと思うんだけど、ガードここに置かないんだよ。うん、こうなんだよ。伊藤の試合見てて思わない？ちょっと前じゃん。なるほどね。こうガードしてないじゃん。うん、こうなんだ、うん。中谷純斗もこうでしょ。うん、酒井さんとかもそうか。酒井とかもそうじゃん。で、俺もそうだったんだけど、これね、左フックに対してはもう1ミリも怖さないんだよ。おお。それは何かっていうと、まずグローブは開く、はい、グローブは開いてこの親指のところを自分のこめかみを親指で触る、うん。で、この4本の手で自分の眉毛を隠すようなイメージ、はいはいはい。で、そうすることによって全ての急所をもう完全に抑えてる、うん。ただ左フックがこうもっと 遠巻きに打ってきてた時のここっていうのは空いてると思う、うんうん。まあ、そこに関してはだからダッキング入れたり、だから左フック、相手が左フック打ってくるときはこのまま受けるっていうか、ちょっとこう受けるようなイメージ。うーん、そうすることによってこのこめかみに、あ、この奥に来てもまあ大丈夫かなってい う、 うーん。だこれはね、もうほんとこう最初はでもね、ガードこういうふうにする人もいるし、ただ俺がルディに一番最初言われたのが、もうこうしろってこうしろって言われた。視界だいぶ死なない、それ。だからね、どっちかっていうと本当こっちの目で見てるような感じだよね、うん。半分こっちの目で見てるかな、両方。まあ、そんなことないのかな、そこまで意識したことないけど。これで左フックだけはもらった記憶ない。へえ。あ、それやってから、うん、ルーディに。で、ジャブに対してもルーディはこうやってね、ジャブが来てもこれでできる。うん、それはできない。それは高等テクだ。それはできないけど、だからこれでちょっとサイド行くときとかはやっぱこのままサイド行くっていうのはあんまりなくて、ちょっとこうサイド行くようなイメージで。
この右に行くときとかもちょっとこういくような感じにすると左フック打ってきても、まあ、自分の頭で受けたりとかっていう。あ、だからもうここは完全に捨てれる、やってて、はあ、やってて捨てれる、この軌道に関しては捨てれる、アッパーはちょっと別だけどっていうのを教わったかな。だからまあガードっていうのは非常に、このガードってさ、ガード上げろって言われるけど、ガード上げる認識とまたちょっと違うかもしれないよね。でも例えばだけど相手のパンチに対してやっぱこうやって置いてるだけじゃないからね、ちゃんと相手のパンチに対してはこうやってこの中ではもちろん動きがあるから、うん、で、あ、騙されたって時もあるじゃん、うん、騙されたと思ってこうなった瞬間はもう次頭に近いると、はい、っていうのがもう一連の動作の中になってる、うん、だからまあ俺みたいな左フック好きな選手からしたらちょっと右に抜ける時、遠くに逃げるならいいけれども、その頭の高さのまま右に抜ける時っていうのは一番打ちやすい、打ちたくなるタイミングではあるよね、うん、でもこれって多分スパーリングとかでもらっててもそんなに効いてないのかもしれない。なるほどね。で、自分の中ではガードも上がってるし、こうやってちょっと前当たったなっていう認識かもしれない。スパーリングだとね、グローブも大きいし、まあ、特におでことかぐらいだったと思うからさ、うん、まあ、一番守られてる部分でもあるよ。そう、守られてるし、だから認識しづらそうではある。練習では認識しづらいかもしれないよね、うん、でまして1ラウンドじゃん、うん、でもう本当にファーストコンタクトみたいなパンチだったからやっぱ消えちゃったっていうのもあると思うんだよな。あともうさ、掴んじゃえとかさ、もう一回倒れちゃえみたいな自分で思っちゃうんだけど、うんうん、もうやっぱあの状況じゃ全然そんな判断無理だ。あそこは一回倒れて10秒しっかり休む、8秒しっかり休む、うん、っていう風にやっぱ俺も会場で見てたけど、もう膝ついちゃえとやっぱ思っちゃうよね、うん、でやってる本人はやっぱりどうなんだろうな。そこはダウンの経験が7回ぐらいあったらそうするで、ましてやね、あそこでうわーってくるからさ、自分もチャンスじゃ、チャンスじゃん、うん、あと自分のダメージを 100% 自覚できないっていうのもありそう。その俺はね、ダウンは結構してたけども、頭ははっきりしてるけども全然足がついてこないっていうのもあったし、まあ、実際倒れてる時はもうプツンと切れちゃってるけど、気づいたらもう転がってたから、でも、あ、効いたって思う時も頭はそうでもない、うん、ただ体が言うこと聞かないっていうのもあるし、はいはい、村田スバル戦、村田スバル戦はね、あれはなんて言ったって相手が良かったね、ワイルド。でもなんかコメント欄とかさ、なんかびっくりするぐらい伝わってないよ。伝わってない。あれは正直俺も家帰ってから U-NEXT で見たんだけど全く伝わらない。あれは会場で見てた人にしか伝わらないと思う。あれ会場で見ててリングサイドとかじゃないと伝わんないのかな。いや、結構俺でも南の方から見てたけど。あ、遠くで見てた。ちょっとヒヤッとしたよ。いや、っていうかあの選手はそのガードもないし、うん、でもこの体の使い方とか、うん、やっぱタイミングを見てまんぶりしてたじゃん、はいはい、でそれに対してやっぱり最初はリズムを取りづらかったと思うし、うん、でヒヤッとする場面もね、何回かあったし、まあ、ただやっぱり肩や村田サブルガードをしっかり上げて、ジャブから作っていく。で、肩やもうそこに一発タイミングをいろいろ見計りながら一発ぶち込みに行くっていう、この対照的なボクシングスタイルだったから、うん、見ててすっごい緊迫した内容だったんだけど、まあ、でも3ラウンドぐらいからやっぱりもう、だからまあ、ある程度パンチの軌道とかを見切ってからだとは思う、見切って感があったんじゃないかなと思うけど、まあ、コメントでさ、結構なんか被弾しすぎみたいなこと言ってたんだけど、うん、まあ、最後とかさ、もう右フックのタイミングとか完全に分かってて、ちょっと流しつつさ、ボディ返したりしてたんだ。そうだね、だからこう滑らして返すみたいな、うん、まあ、あれが出始めたらもう分かってきたんじゃないかなって感じだよね、うん、まあ、あれいきなり1ラウンド目ファーストコンタクトでこれはないから、うん、俺はもう村田スバルのボクシングはもうすごいと思うんで、うん、あのテンポの速さ、うん、このステップワークのテンポの速さと、でこの深さもあるし、やっぱりジャブからしっかり作っていく、ガードも高いっていうので、まあ、結局はボディで削られたのもあるけど、もう疲弊してたじゃん、うん、あのフィリピンワイルドがさ、うん、あれだけの速いテンポでこう来られると、やっぱどん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 呼吸も荒くなると思うし、でも本人はキャロッとしてんじゃん、うん、でもさ、もうとにかくなんかもう走らせてもとてつもないらしい、中距離とか。まあ、だから村田スバルの場合はもう多分次タイトルマッチになると思うよ。っていうと
日本東洋 WB ワージュありますが、まあ、下町くんが日本タイトル持ってて、スーパーバンタム級の東洋は中島くん、 WB ワージュは今空位だね。空位かってなるとそこになる可能性が高いのかな。うん、まあ今そこに向けて多分調整してるところだと思うんで。全員サウスポーになるのこれ。じゃあ下手したら、はい、岩田翔吉くん。岩田翔吉はやっぱりハイライト映えするよね。タンクみたいなパンチ打つね。あの去年の4月からさ、うん、あんじゃん岩田翔吉の試合ずっと、うんうんうん、あちょっと全部 KOC に並べてみて、すごいよ多分。いやなんか全部飛び込んでるってね。やっぱ身体能力ずば抜けてる。身体能力でしょ。うん、身体能力とやっぱその一瞬のこのピャンピャンって見つけんじゃない、こうぶち込めるっていう、うん、すごいよね。あれはさ練習してやるもんじゃないでしょ。あれ練習してやるもんじゃないと思うな。あれはもうだからそのかつて過去岩田君のあのインタビューとかも撮ってたけど、うん、最初は遊びでやってたって言ってたじゃん、うん、はいはい、ね、ボクシングじゃん、遊びでやってたみたいな、もうその時に身につけたあの三つ子の魂じゃないけどさ、もうあれがもう、あとはなんて言ったら山本キッド則文の要素あるよね。だから飛び込んでのそうで別に入場する時の、うん、なんて言うんだろう、ああいうスタイルがどうとかそこじゃなくて、本当リング上でのこの切り抜いたシーンでもあるじゃん、うん、てかだから全部に入ってるね。入ってるよね、うんうん、話し方とかさ、まあそうだね、うん、ファッションとか全部に入ってる。だからまあ世界戦で負けてさ、まあ、そこから、まあ、復帰戦を全部ノックアウトで勝ってるから、で今1位でしょ。で今現時点で WBC と WBO の世界ランキング1位なんだよ。はいはい。で WBC は、まあ、ケンシロウだけどもう返上じゃん。で WBO は今空位だよ。だからこれのどっちかでもう世界タイトルマッチで、どっちになるか分かんないけど、もう近々発表されるんじゃないですか。まあ、あと KO ではないですけどね、まあ、この日高見選手はだからこの U-NEXT が一押しなのがさ、うん、高見京介と村田スバル、はいはい、でウラントラハツとやったけどさ、うん、なかなか倒すのは難しかったよね。ガードめっちゃ高いし、で結構1ラウンド目から攻め込んだじゃん。あそこまでガーッと攻め込んじゃうとさ、やっぱもうその試合通して亀みたいになっちゃうんだよ。だからさちょっとサバイブモードに入るじゃない。サバイブ、そうそうそう、入っちゃうっていうか、どうしても1ラウンドで攻め込みすぎるとそうなる、その試合の展開が決まっちゃうっていうのはあるかもしれないけど、うん、まあでもこの世界タイトル挑戦経験者とね8ラウンドやって、で次が最強挑戦者決定戦、これにエントリーしてたんだよ、はいはい、でこれが、まあ、1位が高見京介で、高見京介と体制ジムの尾崎優雅っていう選手が決まってた、はい、でこの尾崎っていう選手はね、ライトフライ級のユースチャンピオン WBC、うん、でこれこの選手もすごいんだよ、強くて若くてさ。ただこれはね試合のスケジュールが結局うまく合わなくて尾崎選手の方が辞退して、だから高見京介来年のチャンピオンカーニバルで日本タイトルマッチがもう決まったの。でおそらく多分後半1試合なんか挟むと思うけど、チャンピオンあれだよ、川光、はい、ミサコジム、ミサコジム、あのクソハードパンチャーでそれと、まあもちろん川光くんも一回防衛戦挟むけども、まあ、それをクリアしたら来年川光対高見ね。なるほど、すごくねこれ面白いね、うん、そして、まあ、こう別日の興行ですけども、長浜陸対辻本淳、これもちょっと衝撃的だったけど、1ラウンドだもんね、うん、まあ、正直長浜陸は一回やめて、うん、でその後復帰してから、まあ、勝ったり負けたりなんだけど、うん、相手がいいじゃん、はいはいはい、そのなんか世界ランカークラスの選手でやったりして、でそれもまあいい攻防を して、まあ、でも結果的に負けたりしてるから、だからその辺のキャリアのキャリア的には全然長浜だと思ったんだけどね、はいはい、まあただでかいね辻本淳平、超でけえ2階から右ストレート打ち下ろすような感じ、ね、そうことわざみたいになってる2階から目薬みたいな見にくいってあんの、やっぱ見にくいっていうか、俺が思ったのは長浜くんが全部同じ避け方をしてた、あ相手のパンチに対して、はいはい、だからっていうか、まあ、そこもあるんじゃないかなと思うな、その照準合わせで、うん、合わせやすいっていうか、
やっぱりどう避けたっていうのはさ、どういうふうに自分が避けられたかっていうのは次考えるわけじゃん。バンって言ったら、うん、こっち避けたなと。でそうなってくると少しずつやっぱ合わせてくるっていうかさ、そうやっぱ考えてくるじゃん。だから本当に俺なんかよく言ってるけど、まあよく言ってる、言っててそれができるかどうか分かんないけど、パンチ毎回毎回同じ方向に避けんなって言ってる。なるほど。あとは避けたら戻す、うん、避けたら戻すっていう感じでこの立体に使うっていうか、でここに打たして、うん、ここに打たしてこっちに避けるっていうのがいいんだけど、はいはい、例えばこうやって避けて、またここにいてこうやって避けて、ここにいてこうやって避けてってやってたらめちゃくちゃ危なくなるなと思うけどね。もうちょっと踏み込もうとか、そう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 、あとタイミングやっぱ測って打ってくると思うし、もちろんそこに対してこうやって自分も打ちたいんだろうけど。最後はね、ライト級ボーズ。まあでもまあ大方の予想通りの結果になったんじゃないの。まあとはいえ、始まりのもう最初の2ラウンドピリピリ感やばかったね。半端じゃなかった。ああ、とてつもなかった。ちょっと聞いたシーンとかもあったと思ったし、ね、いや聞いてたでしょね、うん、ただ3ラウンドぐらいからやっぱりそのジャブでもう一回立て直し始めたっていうところがあって、ただあの左フックの相打ちとかでもね、やっぱりよりシャープに打ってたのが打つ気かなと思った、うん、そのやっぱり1ラウンド目から、まあ自分から組み立ててたのは基本的には打つ気だと、はいはい、そこにやっぱドガーンと合わせるみたいなと、ね、うん、シーンあったけど、でもやっぱジャブを使ってちょっと動きを入れ始めてから、まあ鈴木くんが足が動かなくなっちゃったかなっていうのもあるし、まあでも結構エネルギー使ったんじゃないかなと思う、最初の 1,2 ラウンドで。まあ確かにね、ちょっともう動きは緩んできてたよね。すごかった、あの緊迫感は。まあこれで宇津木が勝って、まあ今この日本チャンピオンは三代、東洋チャンピオン宇津木、 WBO アジアが安田ということで、まあ統一戦路線に行くんじゃないの。うんうんうん。だ、三代はこれクリアしたら当然宇津木とやりたいっては、まあね、言ってるけれども、まあ、もしかしたら宇津木と安田の話もあると思うし、はいはいはい、で三代はまだ試合を控えてる状況だから、うん、まあ、先にこういう話も、まあ、してると思うし、だからどういう順番になるか分かんないから。珍しくさ、3人とも乗り気っていうパターン。そうだよね、乗り気だから、うん、だからどういう順番になるか分かんないけども、まあ、三代は当然今年クリア、まあ、今回クリアしてってことになるけれども、順番がどうあれこの統一戦の路線に向かうんじゃない。いやー、レアケースですよ全員乗り切って全員乗り切ってな、うん、ということで、だから次回ダイナミックグローブが8月16日、はい、三代博則、そして飯村寿喜がそれぞれ防衛戦に臨むということで、まあ、この試合に向けてインタビューが出てましたね。はい、三代のインタビュー見たんだけど、うん、あ、全部喋ってるよねまあ不意打ちだったからねあのまさか浦川君との試合の作戦をそのまま喋ってたっていう、うん、でね、あの三代にね、あの連絡来たらしいよ、うん、あの同僚のボクサーから、はいはい、で、まあ、言っていいのかな、まあ、言っていいだろう、あのお前の言ってること何言ってるか分かんないみたいな、おお、そう、うん、ようなことが連絡来たなって、うん、でもね、多分その子ね、多分戦績ちょっと俺知らないんだけど、うん、多分7勝7敗ぐらいだと思うんだよ。だから三代は思ったらしいよ、だからお前は7勝7敗なんだよ結構分かりやすかった。いや、だから、うん、あれは分かりやすかったよ、うん、それでも分かんないんだっていうところだよね、うん、まあでもなんて言うんだろう、こういうやっぱ普段どういうことか、飯村君にしてもそうじゃん、うん、普段どういうことを考えて練習に取り組んでるかのかっていうのが、まあ、ああいう時に不意打ちだけど聞かれた時にやっぱある程度答えれるっていうのは、はいはい、やっぱ普段自分が何考えてるのかと、あと普段ジムでどういう会話をしてるのか、うん、そのトレーナーとだけじゃなくて同僚も含めてやっぱどういう会話をしてるのかっていうのもこういうところで出てくるんじゃないのと思うけどね、はいはいはい、もちろん喋れる人間が強いわけじゃないよ、この、ね、全然そういうわけじゃないけれども、でもやっぱ思考っていうのはあるから、で、まあ、こういう話を例えばすると、例えば飯村君の話にしてもそうだし、こういう話をするとこういうこと言っていいのかっていうような思う部分もあるはあるけれども、でも、まあ、あくまでさ頭で考えてることを体で体現するものじゃん、スポーツは、はいはいはい、だからあ、こうやってやってんだ俺もやろうって絶対できないから、うん、まあそりゃそうだよね、だから言ってもいいんだよ別に、うん、結局自分の考えてることをその姿勢も含めてそれを自分の動きをやっぱ
なんていうんだよ、追求していかなきゃいけないじゃん、うん、でそれをもう何年もやってんだよ彼らはさ、はいはい、ね、その上でこの考え方を話してるから、じゃあ俺もやろうってなった時にすぐできるもんじゃないっていうかね。だからくしくも逆のこと言ったよね、あの2人は。まだ三代さんはだから自分のボクシングのスタイルそのものに、まあ、こだわらずみたいな、で相性のいいじゃんけんのやり方で相手より勝っていくっていうボクシング哲学みたいな、うんうん、で片や井村選手は自分のスタイルで自分のボクシングを作り続けることによって、少しずつクオリティを高めていくと、まあちょっと逆のね、まあ一見逆で、一見逆のような感じはするよね、うん、まあでもなんて言うんだろう、まあ飯村選手の場合はなんか特化っていう感じないよね、どの距離でもできるじゃん、どのボクシングもできると思うし、まあその中で自分のボクシングっていうのと、まあ三代の場合は明らかにもうこの中間距離から長距離にかけてのボクシングが三代の中ではさ、もう周りもそうじゃんもうこの距離は三代の距離だっていうふうになるから、ただその中で、まあ、引き出しとしてはああいうインファイトもあるから、うん、まあ、その言葉にすると自分の苦手分野っていうことかもしれないけれども、その例えばこの間の試合の話も浦和戦の話もしてたけれども、まあ、最初インファイトでいくっていうのもこの試合に向けてインファイトの練習したわけじゃないんだよ、はいはいはい、ただ、まあ、俺もさ三代との付き合いはそんな長くないけれども、あ、こうやって、あ、これこういうインファイトの仕方するんだなっていうのはあるけれども、あ、まあ、これぐらいできるならもう初っ端これで言ってもよくないみたいな、だからあくまで今まで持ってたものっていうか今までやれることを持ってきてるっていう、まあ、だからあくまで向こうが30点だけどこっちは50点だからって、まあ50点かどうかはさておき、うんうん、別に自分ができるから、そうそうそう、できることをやっただけだから、うん、まあ、だからでも言葉にするとね、そういうふうになるかもしれないけど、うん、まあ、俺の中では、まあ、むしろこういうのもできるんじゃないのかなって思ったから、まあ2人で話をして、浦川君はね今年の挑戦者、最強挑戦者決定戦で出るんですよ、はい、でそれ勝ったら来年のチャンピオンカーニバル三代となんで、うん、なのに三代こうやって喋っちゃったんだよね、なるほどまあいいんだけど、うん、まあでも飯村選手すごかったよ、お土産用意してたからね。どういうこと？インタビュー行ったじゃん、うん、わざわざ時間作っていただいてありがとうございますって言って、うんうん、あの富士屋のお菓子渡されて、うん、なんか水も渡されて、うん、あ、そう、うん、すごいね。でもさ、うん、やっぱりさ、やっぱ奥さんじゃない？あ、俺なんてびっくりしたの、三代も結婚してんじゃん、うん、で三代になんか忘れたけど試合のチケット渡して、うん、あ、で奥さんも来んなら奥さんも来なよみたいな感じ、はいはいはい、この間の両国かな、うん、そしたらあの次三代来た時にこれって言ってお菓子もらってさ、うん、あ、奥さんだと思ったもん。まあまあまあそうなのかな、やっぱ。で俺もさ、こうやって誰かに渡したりする、うん、したらね、あの二言目にその人から奥さんでしょって言われる。やっぱ奥さんがしっかりしないと思うよ、その、うん、だって今子供生まれたばっかなんだよね井村選手。あ、生まれたんだっけ、うん、確かそういうふうに出てたと思う記事。まあでもまあ当然三代はライト級ウォーズ、まあ、これから統一路線に行くんだろうけど、まあ井村選手の場合はねもういつ決まったっておかしくないからね、このフライ級戦線、世界の。ああ、そうだね。ユーリアクイ、オラスクワが、まあ、ケンシロウ選手が上がってきて WBC で決定、ここで上がってくるのか、うん、いやだからもう絶対に落とせないよね本当に、うん、みんなそうなんだけど、うん、まあ、当たり前のこと言ってるんだけどさ、うん、ただまあちょっと目の前すぎてね、そうそう目の前すぎるからそうで井村選手の場合はこの間の試合もそうだし全部上から選んでってるよ、うん、上から選んでってる、はいはい、選手防衛戦の相手ハードル戦ですよ、はい、でねこの日はねアンダーカードでちょっと注目の試合がありまして、はい、バンタム級の8回戦、はい、内構え健人対、はい、西岡怜央、この前内構え健人は何回もかうちのチャンネルでも出てて、なんて言ってもあのカシメロとのスパーリング、フィリピンにキャンプに行ってる、あと他にもなんかちょっと何回か出たことあるよね、まあ、それがこの内構えがアマチュア戦績が39勝22敗で今プロで4勝1敗かな。でこの西岡怜央選手ってのは川崎に行ったジムの選手なんだけど、今プロで3戦3勝アマチュア53勝15敗と、要するにもうこのアマ同士の試合ですよ、はいはい、これはアマチュア戦績自体はね西岡選手の方がちょっといいね、まあもうアマ50戦超えの選手たちはもうちょっともう違うよね、うん、だからいやもうで大卒でアマ50戦ぐらいやってる選手たちってのはやっぱり
で一つレベルが違うから、これはすごく見応えのある8回戦だと。でこの2人はね、だから大学生同士の時とか一緒に練習したことあるらしい。へ、でなんか多分スパーリングとかやったことある、うん、ただ実はこの選手今3戦3勝なんだけど、ちょっと映像がないから全くその研究、俺らとしてはあんまり研究できないっていうか、ただ内構え自身は2人で多分スパーリングとかで手合わせたことはある。まあうちとしてはね、当然まあ内構えなんかさすごいんだから、スパーリングパートナー那須川天心であったり永谷純人だよ、武井良樹とか、武井良樹とも何回かやってるし、で柏村ともやってるでしょ、まあ、こういう経験を生かしてくれると思うんだけどね、まあ、これちょっとアンダーカードのオープン戦だけどすごい注目の試合だと思います。はい、で8月16日ダイナミックグローブ、5時45分からかな、生中継でやりますので、もちろん会場来られる方も映像で見られる方もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。